参り番茶 Production Area 和歌山 Prefecture。 この本宮町に昔からずっと作られてきたその熊野のまた番茶ですね、釜入り茶を、まあ、ずっとこう作り続けられるように今努力しているところで、なるべく自然に優しくてなおかつ美味しいお茶作りを目指しています。この茶畑は広さが7単語星あって、お茶農家さんからするとすごく小さい面積ではあるんですけれども、活動している人というか働いているのが私しかいないもので、やはり人手不足とか収穫時に苦労することがたくさんあります。いろんな人が来てもらえることによって自分のやりがいとかモチベーションにもつながりますし、またそれが新たな出会いを生んで取引先が増えたりとか、お茶を買って宣伝してくれるそのお茶のファンが増えたりとかっていうことにつながるので、たくさんの人が、ここの茶畑に来てもらえたら嬉しいなと思います。 We have a tea that we don't want to lose. Endangered tea. Classert